はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。20年間エイジングした皮膚の治療を行ってきました。培養皮膚という技術を使ってエイジングスキンを治療してきたんですけども、その前は何回も言ってるんですけども、熱傷に対する治療を私はやってきました。今日はですね、もう20年以上前の熱傷治療の培養皮膚という話と絡めながらですね、本当の毛穴レスを教えますということについて動画を回しています。どうして動画を回しているかというとですね、皆さん、健康な状態、毛穴があって汗腺があって、それから皮脂腺があって、いろんなものがあって皮膚というものができている。ただ、毛穴というものはあまりにも悪者扱いされている。それから色素沈着とか色素細胞というものはあまりにも悪いもの扱いされているので、本当に毛穴レスになりたいのみたいな、そんなような動画を、回してます。某皮膚科のクリニックではですね、これもう医者だったら常識なんですけど、毛穴レス、毛穴がないっていう状態というのは基本的には医学的にはありえない状態で、皆さんが思っているのは毛穴があるんだけれども毛穴が目立たないということであって、厳密に医学的に毛穴がなくなっているという状態では決してないんですね。20年間そのエイジングスキンに対する培養皮膚治療をやってきましたが、その前は火傷の治療ですね。で、火傷というのは炎とか熱湯によって皮膚が完全に失われた状態、それを食費とかというもので修復していくんですが、私がやってたのは培養皮膚というもので修復していくということをやります。私が扱っている、現代の培養皮膚の技術でも毛穴というのは再構築できないんですね。皮膚そのものをのっぺりと再構築はすることができる。言い換えると、私が再構築した皮膚は全部毛穴レスの皮膚なんです。それがこの写真なんですけれども、これは火傷の皮膚を再構築したものになって毛穴はないです。それから、毛根もないですし、立毛筋もないです。それから皮脂腺も汗腺もないです。真皮性が細胞と表皮核化細胞だけで再構築された皮膚です。で、毛穴レスの、皮膚というのは究極に言うとこんな皮膚になっちゃいますね。どっかテカテカとしてで汗も出ないので、常に、保湿ワセリンみたいなもので保護してないと、どんどんひび割れみたいなものが起きていくし、毛穴がないのでこういうつるっとしたものになる。どうしてこういうようなものを出したかというと、火傷で皮膚を失う場合には皆さんは、ここの部分で皮膚生えてくるんじゃないのっていうふうに皆さん誤解するんですけども、じゃあ逆にですね、例えば指一本なくなっちゃったとしたら、指って生えてこないのっていう質問は多分皆さんしないと思うんですね。それは直感的にももう二度と修復されないというのは直感でわかるんですけども、皮膚も同じです。一回毛穴がなくなってしまう、もしくは皮膚が全部なくなってしまうと、このような状態で、じゃあこれはどういうふうに治るのかっていうと、もう治らないです。一生治らないです。このままです。こうなる前の状態というのが、火傷して、そこに焼けて死んでしまった皮膚が乗っかっている状態、その皮膚を剥がしてやるとこのような状態ですね。もう垢抜け状態です。皮膚は一生治らないです。そこに培養皮膚で皮膚を再構築すると、毛穴も全くない、皮脂腺も汗腺も全くない皮膚が再構築されるということになります。多分毛穴を全て駆逐してしまう、毛根とか立毛筋とか全て駆逐するとこのような皮膚に近いような状態になってきます。これで本当に毛穴がいらないのかというと、絶対そんなことはしたくないし、そういうようなものを目指すべきではないというふうに思います。やむにやまれず皮膚を失った人に対して、毛穴がないけどいい、それから皮脂腺がないけどいい、こういうような皮膚でしかないけれども、皮膚もどきでしか再構築できないけどということで、とっても皮膚と呼べる代物ではないんですけれども、まるっきり垢抜けのズル向き状態よりも何倍も何十倍も何百倍もマシなので、こういうような皮膚で治療していました。皮膚というのは表皮があって真皮があって、皮下脂肪があって、こういうような絵は見たことがあるとは思うんですけども、よくよく見ると表皮と真皮がのっぺりとあるものではなくて、毛が生えていたり皮脂腺があったりとか汗腺があったりとか、汗腺の中にはいろいろなアポクリンとかエクリンとかいろんな種類のがある。そこからここには書いてないんですけれども、ランゲルハン細胞とか色素細胞とかいろんな細胞があって皮膚というものができている。色素細胞もいらないとかですね、シミの原因になるからいらないとか、毛穴もいらないとかっていう人もいるんですけども、そうではないですよ。もうそれを失ったことから再構築する大変さを、私はずっとやってきましたので、こういうような今日はちょっと衝撃的なものを見て、毛穴を本当になくすとこんなになっちゃうよ、いいの？というような
動画で、まあ、自分の毛穴とかそれから色素細胞とか必要なものですので、人体というのは非常に不思議にできてます。毛穴がなくなったらあたかもいい皮膚になるみたいな幻想は捨ててください。毛穴がなくなると本当にこんな皮膚になっちゃいますので、まあ、今日はですね、ちょっとショッキングな映像を用いて本当の毛穴ですっていうものを、まあ、私自身が作っていたのでお教えしているということになります。まあ、人の体っていうのは非常に不思議ですごく大切なものですので、毛穴なんかいらないとか毛穴を潰すとか色素細胞なんていらないとか、そんなことを考えずに自分の皮膚を愛して自分の皮膚とうまく付き合っていく、いいじゃないですか。毛穴があっても毛穴がないとこんなになっちゃいますよっていうようなことをちょっとショッキングな映像でお話ししてみました。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。初めてですね、こういうような培養皮膚の話をしたのがですね。そうですね、いやすごいなと思って、いやでも逆にこれでこうこの一番最初の状態から治癒してますからね、はい、っていうのもなんかやっぱすごいなとも思いました、はい、これがまあすごいところっていうのは、今言ったように指ってなくなっちゃったら生えない、はい、でも皮膚がなくなっても人工的に皮膚のコピーを作ることができます。ただし毛穴はないけどねっていう、まあ、それで救命したりとか、どうしても食費というものが対応できない時の広範囲燃焼とかっていうものは私の専門だし、まあ、この技術を応用して、まあ、神秘性が細胞の部分、神秘の部分をまあ再構築していく、まあ、通常の構造物があるところで補充するっていうのは簡単なんですよね。で何もなくなったところにゼロから作るっていうのは、毛穴も作んなきゃいけない、色素細胞も作んなきゃいけない、それから立毛筋も作んなきゃいけない、血管も作んなきゃいけないってことですごくハードルが高い、まあ、すごくまあ神様が作ったみたいなものっていうのは、まあ、ある人間の臓器とか、まあ、毛穴がいらないとか、それはまあそういう発想にはならないですね。私自身 そのやってきたことからしても、毛穴って素晴らしいもんだなっていう感想しかないですよね。そうですよね、ちなみになんかこうこの皮膚の状態になった時に、最近よくというか、まあ、この1年ぐらい、角質の話はよく取り上げてるじゃないですか、角質とかってどういう、ですね、これは角質はあって神秘があるけれども皮脂腺感染がないので、どういうことが起こるかというと、乾燥してきて角質がどん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 剥けてきて、ひび割れてきます。常にワセリンみたいなものを疑似的な皮脂みたいなものでカバーしておくということをしないとダメですね。それからすれてしまうとか、洗断力っていうんですけども、擦れにも非常に弱いですね。なるほど、じゃあもうピーリングなんてやった日にはもう最悪ですね。最悪ですね。海洋ができると思いますね。もう角質を作ってくれた角質をいかに保護するかしか考えてないですね。そうですよね、めちゃくちゃ大事で、角質を剥がすなんてもってのほか、勘弁してよって話ですね。 We'll be right back.